お、3人いるぞ。ここで撃ったらめっちゃいいんやけどな。お、撃った撃った。方向もいい。方向もいいけど誰が当たる？あ、当たってるあれ。2人当たってるよ。結構当たるんだね。はい、こんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったらコメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。構成はトップ、ファタコ、ケイル。ジャングル、シャーペンギン、イブリン。ミッド、アサヒ、ラックス。ADC、ゲストのバトルフィードさんで、ミス・フォーチュン。で、サポートがジャンさんで、マオカイです。相手がイレリア、マスター・E、ライズ、ミス・フォーチュン、ソラカですね。スタックを貯めて、スタックを貯めて、いけるよ。レベル2でしょ。いい取ったでしょ。おっ、うん、おっ、いい取ったよね。いい、当てろ。ぶっ殺せるぞ、ね、ぶっ殺せるぞ。お前はそいつに勝てる。サン当てたらボコせるはずなんだよ。フルボッコ。誰を応援しているんだ。イレリア応援してる。イレリアだな。いいよ、いいよ、スタックさん、ゴー、セロ、いい。おーお、おお、9から入ったら追えないぞ。うん。でもあれ一発であんだけ減ってんだから、ケイル。うん。うん、確かに。すごい減ったんだね。ここ攻めやすい位置にいるけどね。下がっていく。あ、てかマスター E ってアボスマなんだ。へえ。今気づいた。あ、そうそうそう、ゴー。お、ミスった。あらあら。キューとはしょミスった。あれはあれはイレリアあるある。ああ、ナイス。あれはイレリアあるある。かわいそう。最小視点ミス？カニとやってる。カニ、カニ。いや、ビアっただけか。フラウト。お互いに。下がんなきゃダメですよ。下がんな、下がんな、下がんなきゃ。あ。あ、死んだ。ああ。イレリアだけでも死んでた気がするな。今の。でも序盤はゆっくりだな。こういう序盤ゆっくりのゲームはね、俺らなんとかなるんだけどね。うん、集団戦に全てをかけれるから。あ、うまい。あ、かすっただけ。いやー、なんか来たー。強すぎー。ああ、惜しい。助けられなかったやつ。お、マオカイが入ってくるぞ。そこに合わせないラックス。なんでラックスいかないのそれ。これね、しっかり入ってない、入ってない。画面外だったわ。マジで？そんなわけ。画面外とかじゃなくてミニマップ見なさいよ。ミニマップ見ながら。ないよ。ミニマップ見ながら戦うゲームですよ。声だってかかってるんじゃないの？その声はかかってない。ジャンさんが行くぞとかなんか。これはね、ジャンさん声かけてなかった気がする。あ、そうなんだ。ピン立ってなかった今。あ、あれライブ外れてんだ。あれ強い。あ、あれ当てたつもりだったわ。ライブが微妙に範囲から外れてたんだ。誰も死ななかったからよしとしよう。うん、見逃した。まだジャンさんの勇姿を。ああ、何かあったんだな。何かあったんだな。お、挟めるよ、挟めるよって言って。あ、外したー。終了。よっしゃ、当てられた。挟まれた。あ、当たんない。スキルが当たんない。あ、いける。よーしー、ちょっと火力当たったけど。うん、イブリン難しかったな。ダイアナだったらやれた。
これあれだ、マスター E がウルトにかかると思わなかったシーンかな。あ、ヒラさんが。いった。あ、違うね。普通に戦ったね。ナイス。強い。いいね。いいサポートの動きだね。これでドラゴンいけるのか。ドラゴンいくかな。襲うらしい。お、お。いけないやつ。フォーチュンのあのスローずるくない？あ、一発当たったら無限に当たるか。お、しかも警備まで来た。もうミッドをここで絶対破壊するって感じ。もう空か、その入り方するのか、空かで。そっち側に打ったのか、そして寄ると。そう、これ方向転換するつもりだった。でもやった。ただリコールするらしい。まだ帰らなくてよかったな、これは。あ、すんねや。あ、ウィグリンがやってる。ブルーチームのタワーが破壊されました。せめてミニオンを食いたいところだ。おー、惜しい。惜しい。逃げ切れない。マスターイーが。一人でトップを壊してる、うん。フォーチュンがカバーしてくれるらしい。あ、あ、もうちょい。おい。おい。ノックアップ邪魔だったから。うん。これジャンさんはキル取ってんだね。そう、取っちゃった。ドラゴンだからって感じだね。ただここなんか、ここで待ってる。裏からイーたちが来るのを警戒して。ケイルはソロドラゴンしてる。ここ時間稼ぎ組にジャングルが行ってるっていうね。この方が、お、お、ジャさん、ゴーだ。皆さんゴーだ。あら、いった。ナイス。ウルト。わあ、使わない。ウルト使わない。うん。ダムはさすが強い。めっちゃキル奪ってるわ。そのなんで、あの背中側に行くんだろう。仕掛けてくださいって感じの場所に行くね。おびき寄せようとしてんのかもしれん。なるほど、ケイルベイ挑発。新しいウルトあるから。あ、合ってしまった。ソロキルチャンスや、ソロキルチャンスやれるのか。あ、呼んだ。いった。おい、いった。まあケイルもいるし、いけるか。いや、ケイルスキル外したね。あ、で、これでゴーゴー。あ、当たんないわと思って見てたら当たってたよ。あ、これから間に合うんだ。ブリンク距離長えな、あのスタン。あのウルトは魔王界のウルトだったんだ。アラームで使われてこんなん絶対避けれんやってな。アラームであれきついよな、絶対。アラームのね、魔王界は強い、強いと思う。あれも確定スタンみたいなもんだから結構打てるね。何秒ぐらい？大体何秒ぐらいだろう。1分20秒。まあ普通ぐらいか。普通ぐらい。20秒、ね。長くはないね。でもケイルとか長いから、これ。107、110秒。2分弱よ。そう思うとラックスっていくつぐらいなの？ラックス早ーい。え、びっくりなんだけど、マジか。こんなに打てるのか、あのビーム。レベル3までいくとね。はぁ。レベル3いってんのこれ。いってない、12だから。全然。まだレベル2、まだ、R レベル2。あ、もっと速くなるのかじゃ。うん、もっと速くなるね。どう打ってって。だから、無駄打ち結構してるよね。牽制打ち。あ、クール、クール、あと20秒減る。20秒、うん、10秒ぐらい減る。14秒ぐらい減る。化け物だな。すごいな。1分もないんだ、クールタイム。下手したら集団戦で2回打てないか。確かに。打て撃て。お、3人いるぞ。ここで撃ったらめっちゃいいんやけどな。お、撃った撃った。方向もいい。方向もいいけど誰が当たる。あ、当たってるよ。あれ2人当たってるよ。結構当たるんだね。
あれなんか、あれフラッシュかなんかで飛び越えたら避けれるのかな。どうなんだろう。リオレウスの火球みたいに。我々がやろうとしたらタイミング見せてみんなスネア入りそうだけど。これね、イブリンが受けきれないからジャンさん、ジャンさん受けてって言って、イレリアが復活した。だからなんかだんだん受けきれなくなってきた。イレリアが起き始めたね。一瞬動いたね。すごい意気揚々とラックスが一人で決めようとしていったお前その横にマスターインおったらどうすんねん、リバーにノリノリやけど視界全然ないよ、リバーの。それいいおったら死んどるで、君にも勝てると踏んでる、きっと。3対1や。ラックスビームがあるから。レッドチームがドラゴンを倒しました。スマイトがなかった、うん、スマイト変な時間に打ったな。ハンドラん、いや、ドラゴンスティーで2回打つつもりだったのかね。いや、2回は打てんよ、15秒あるから。うん、お、捕まえろー、ゴー、ジャン、ゴーウルドア、それ2人とも捕まるって打てば2人とも入るって、それもうウルトね、めちゃくちゃ遅いイメージがあって、打てば入るって、追いつかんだろうなって思っちゃうよ敵がたくさん見えたらウルト打つか。うん、当たらんくても敵下がっててくれるから。まあ確かに。イレリアやる気なかったっていうか、普通に本当に接続落ちたのかな、あれ。可能性は。ああ。ないとあるかもしれない。おお。あ、ケイルが化け物になってる。ジョンさん、ウルト。どこで撃ってるの？一気に陣地を襲う。みんな死にました。どうせ終わるからって思ったんかな。そうだね、多分ね。記念ウルトだったんだね。はい、ジジ、最後まで見ていただいてありがとうございました。Twitch で生放送しているので見に来てください。では。